北の謝罪に感謝する韓国に対してアメリカで批判が殺到しているようです。記事と韓国さんの反応を見てみましょう。青瓦台が25日に公表した北朝鮮の朝鮮労働党統一戦線部の通知文と、ムンジェイン大統領と金正恩国務委員長が交わした親書をめぐり、米国の艦隊、民間の海半島専門家グループから批判が相次いでいる。武装していない一般人に対する蛮行を犯した北朝鮮、その北朝鮮に対して低姿勢で臨んでいる韓国政府、いずれも許しがたいというわけだ。米国内の対北強硬派だけでなく、在韓米軍の撤退を主張する孤立主義者もこのような批判に加勢している。米多仏大のイ・ソンユン教授は27日現地時間ツイッターで、北朝鮮が青瓦台宛に送った統一戦線部名義の通知文について、謝罪ではなく南韓、韓国に対する叱責、レビュークに近いとして、東京、日本の中途半端な謝罪には激高する政府が、平壌、北朝鮮の謝罪らしくない謝罪、ノンアポロズにはなぜこんなに感謝するのかと疑問を呈した。米中央情報局 CIA 出身で、現在はランド研究所に勤めるスー・キム研究員は、ムン大統領が親書に国務委員長の声明尊重に対する強い意志に敬意を表すると書いたことをめぐり、来世アフターライフのことを話しているのかと皮肉った。民主主義防衛財団 FDD のデイビッド・マクスウェル専任研究員は、キム委員長の謝罪は典型的な北朝鮮の政治戦であって真実性がなく、これを態度が変わったと誤って解釈したり、北朝鮮への関与を正当化する契機として利用したりしてはならないと指摘した。北朝鮮の肩を持つかのような与党関係者らの発言も批判の的となった。米国の対北制裁専門家ジョシュア・スタントン弁護士は、ノムヒョン財団のユシミン理事長が金正恩委員長を啓蒙君主と表現したことをめぐり、普通なら政治家は自分の党を恥じるためにこのような表現を用いるが、韓国では単に北朝鮮を見る際の一般的な観点の一つに過ぎないとして、ナショナリズム、民族主義のせいで人々がファクト、事実を否定するようになっていると指摘した。スタントン弁護士は、ムン大統領と金正恩委員長の親書については露骨な表現を用いてふざけているのかと批判した。北朝鮮の通知文を災い転じて福となすきっかけにしたい韓国与党圏のムードとも温度差があった。米海軍分析センターのケン・ゴース国際関係局長は、北朝鮮は韓国が米国と自分たちの間で果たせる役割が多くないことを認識しているとして、このような状況で北朝鮮が韓国との対話を試みる理由はないと米政府系放送ボイスオブアメリカ VOA の番組で語った。北朝鮮の反人民的行為を叱責する声も高まっている。ワシントンの代表的な在韓米軍撤退論者に挙げられる米系統研究所のダグ・バンドン専任研究員も、金正恩氏が真面目に西側諸国と何かをしたいのなら、北朝鮮は狂った振る舞い、クレイジースタッフを直ちに中断すべきだと指摘した。それでは韓国さんの反応です。大韓民国の国民であることがこんなに恥ずかしいの初めてだ。なぜって、毎日が初めて経験する世界ばかりだからだ。国民が理解できないのだから、他国が今の韓国政府の行動を理解するなんてできないだろう。現政権は北朝鮮に弱みでも握られているのだろうか。ここまで屈辱的な態度を取らなければならない理由は何なのだろうか。これはそのまま国を売り飛ばす行為と一緒だろう。敵の言葉を信じて称賛し、自国民を越北する裏切り者として処理しようとしている。ムンジェインは一体どこの国の大統領なのだろうか。大統領というよりは支配者だな。最も心配で腹立たしくなってくるのは、このような状況でも躍起になってムンジェインを擁護する連中だ。大韓民国の未来がひどく憂鬱なものに感じられる。米国の反応が正常な反応。ミサイルを撃ってきて建物を爆破し、ひたすら大韓民国を蔑み、国民を銃殺し、
それでも一言申し訳ないといえば称賛する国。この国は絶対に正常じゃない。本当は国民が正しく指摘しなきゃいけない内容だというのに他国から言われてしまっている。日本からは永遠に謝罪と賠償を求め続けて、北朝鮮の謝罪には感謝。ムンジェインを支持する人間はどうして現実から目を背けて目を覚まそうとしないのか。パククネが大統領をしていた時代までは間違いなく韓国は先進的で正常な国だった。ムンジェインが大統領になってから全ての分野においておかしな方へ向かっている。経済指標は軒並み下落し、自殺率1位と出生率最下位独走。北朝鮮に対する威厳は失われ、共産主義者たちの犬まで成り下がった。本当に韓国の大統領なのでしょうか。金正恩に感謝するなんて。もし自分の子供が同じように銃殺されて火炙りにされたとしても、あなたは同じように金正恩に感謝するのですか。偉大な元首様が親書を送ってくださったのです。共産主義者たちは感謝して当然ですよね。ムンジェインは謝罪されるのが大好き。それが敬愛する金正恩からの謝罪なんだから格別だっただろう。ということで、この将軍様の謝罪についてはいろいろ言われていますね。ほとんどのメディアでは金正恩が南の同胞に大きな失望感を与え、非常に申し訳ないと謝罪したとしています。ですが実際は責任者の処罰は一切なく、金正恩も直接関与していないと言っているようですが、一部では北朝鮮では銃弾一発撃つのにも金正恩の許可が必要で関与していないはずがないとの主張もあるようです。まあ韓国政府がそんなことを知らないわけはないので、知った上で称賛していたんだとは思いますが、韓国国民はやっと少し、ほんの少しだけ自国が異常ということに気づき出したのかもしれませんね。ちなみに実際の文章は韓国軍への非難と自分たちの正当性を伝えたもので、勝手な憶測で北を非難するんじゃないと逆ギレしている感じで、謝罪部分もムンジェイン大統領と南側同胞たちに大きな失望感を与えたことに対して非常に申し訳なく考えていると伝えるようにおっしゃいましたといった感じで、直接謝罪したわけではないことがわかります。まあそれはどうでもいいとして、韓国さんのコメントではこんな恥ずかしいことは初めてだと言っているくらいなので、今までの韓国さんの振る舞いを一つも恥ずかしいと思ったことがなかった、恥ずかしいということに気づいてなかったということでしょうね。そして本当に何度も謝罪してきた日本に対して文句を言う割に、こんな弁論的な謝罪で大喜びするってことは、韓国さんの言う本当の謝罪とはこういう適当な謝罪だったということなんでしょうかね。もう今後日本が韓国さんに対して謝罪することはないと思いますが、当時も直接首相じゃなく秘書とかに適当な謝罪文を書かせて送っていればよかったということなのかもしれません。韓国さんとの価値観が人類とあまりにも違いすぎて、やっぱりちょっといろいろ無理っぽいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。